のの奇跡の奇跡跡顔負けバンダービルド中国人に軍事機密を流出した疑いで拘束された国軍務司令部所属 S 少佐が昨年12月米国の高高度ミサイル防衛タドサードシステムと関連した資料の提供を要求された事実があると軍検察関係者が19日に明らかにした軍検察の関係者は S 少佐は 中国機関要員だと推定される A さんから昨年12月にサードに関連する資料があるならちょっと違う準備ができたら知っている弟を送るので場所を決めようという要請を受けた S 少佐がサード関連資料を渡せなかったと把握しているが継続捜査中と付け加えた A さんのお願いを受けた S 少佐は1月に機動部隊指令室後輩の海軍はいたに電話をかけて 無関係な教育をしているが、課題研究をする可能性もあり、中国に行ったときに、正確な事実を知っている必要があるので、韓国型ミサイル防衛・ KAMD システムと関連資料を確保してほしいという要請をした。S. 少佐は、2日後、ただし南気龍台で、y 隊 e から KAMD 関連資料の海軍駆逐艦と関連した業務引き継ぎ、引き受け書など13枚の書類を渡した。S. 少佐は、 これを自分が直接手書きして10枚の文章を作成した後、スマートフォンで撮影し清涼里駅近くのファーストフード店の隣のトイレで A さんの仲介人に伝達した2015.7.20中央日報中国に軍の機密を渡した少佐、さあ国会情報委員会背塗り党幹事の伊蘇議員は20日情報捜査当局が 北朝鮮国籍者をはじめとする外国人の登庁許可を4ヶ月に1回ずつ大統領から受けていると明らかにした国家情報院出身の議員はこの日 KBS ラジオに出演して野党がハッキングプログラムを北朝鮮にだけ使用したとしても大統領の許可を受けなければ明白な法律違反だと主張していることについてもちろん大統領の許可を受けているとしその度に許可を受けることができないから 4ヶ月ごとに受けているだから4か月ごとに大統領にこれこれこのような対象者を登をしているということを報告していると述べた2015.7.20連合ニュース国家情報院4か月ごとに大統領から外国人傍受の許可より安保上世界で最も危険な場所に位置している国が 軍事情報を売り渡すことをきちんと防げず安全保障関連国家情報院業務を官民が互いに競争していることを先を争って天下に公開する雰囲気マイナス6.25の時韓国を守るために命を懸けて戦った米軍の将軍を小銭で敵に売り渡した卑劣な伝統を受け継いでいこうとして今軍事機密を売り渡しているのかまた 情報機関が存在しているかどうかさえ秘密にしている国も多いのに世界で最も危険な場所にいる執権多数等が与野党同数で奇妙な国家情報院改革特別委員会という野望をした後、その勢い国家情報院を軽く見るで今国家情報院バッシングが再発させているのか今に一部が腐った精神状態であるにもかかわらず世界で最も危険な場所に位置しているこの国が。 滅びないいで存在しているののののは、まさに、韓国奇奇跡跡がなくほどの奇跡だ。韓国人のコメント今、日本で平和憲法の改正に関連して日本人が反対でもすることは十分に理解する軍国主義者たちによって多くの家族を失いついに核爆弾まで落とされたその痛みを知っている日本人がプラカードを準備して戦争の惨状を警告しているのである。 しかし日本は普通国家化し軍事力も強化して自国を守り国際紛争にも積極的に加担しようとするものであるこれは中国という表敵が再びばっこして深刻な安全保障のリスクとなっているからであり潜在的には韓国が敵国化する可能性があるからである解放後70年間に日本は韓国との友好近隣政策をしてきたが韓国という国は 継続的に日本を敵視する政策を展開してきたすぐそばで韓国の状況を手相を見るように見ていてさらに北朝鮮の事情も見ている日本としては到底韓国を正常な国家として偶することはできないだろう自らの姿を忘却したまま反日に陥っている虚しい愛国者は祖国の現実をきちんと見てほしい。